未来です。ここです。今日は新メニューについてお話しします。はーい。その名もゆかみです。はい、ゆかみって何って今思われたと思うんですけど、と皆さんお肌のエステって行かれたことがある方が多いと思うんですけど、まあ、髪の毛も頭皮しっかりエステしてあげることがすごく大切というところでこちらのメニューが誕生いたしました。具体的にどんなことをするのかっていうところなんですけど、こう今世の中でヒト幹細胞培養液であったりとか予防美容っていうワードがよく聞かれると思うんですけど、この予防美容っていうのが50代20代のこうお肌がツルツルであったりとか髪の毛張り腰があって毛量も多くてツヤが多いみたいなすっごくいい状態の頃が皆さんあったと思うんですね。ただやっぱりこう年齢を重ねていくにつれて張り腰がなくなってしまったりとか白髪が出てくるとかちょっと髪が細くなってしまうとかお悩みってこう絶対皆さん生まれてくるかなと思うんですけど、その悩みに対してアプローチしてくれるのがこのゆかみのメニューとなっております。すごいんです。そうなんですよ。で、そのさっきお伝えしたヒト幹細胞培養液っていうものがこう肌のターンオーバーとかの周期って通常28日なんですけど、それがこう遅れてしまうことによってさっき言ってたみたいなお悩みが出てきてしまうと言われています。でその28日周期にできるだけこう戻してくれるようにこう活性化させてくれるのがこのヒト幹細胞培養液の働きとなっていまして、このゆかみもこの成分をふんだんに使ったメニューとなってありますので、具体的にどんなことをしていくのかをココさんにバトンタッチして話してもらいたいと思います。はい、はい。じゃん。なんとこれを使って施術していくんですけど、うん、さっき言ってたヒト幹細胞培養液っていうのが口輪になってて、うん、すごい。これを一本丸々一人に使っていきます。すごい。リッチ。で、この機械を使って施術していくんですけど、うん、こちらのパワーですね。こちらかっこよく光るんですけど、うん、これを頭に5分間当てていくことによって、うん、イオン導入って多分聞いたことあると思うんですけど、うん、イオン導入は、うん、エステとかで結構やられてる方が多くて、うん、イオン導入っていうのは浅いところには届くんですけど、うん、深いところにはあんまり届かなくて、うんうん、でもこちらは、うん、頭皮さんの深いところ角質層まで届くことができるので、すごい効果が感じられます。なるほど。じゃあヒト幹細胞培養液を角質層にまで届けることで、はい、素早く効果を実感できたりとか大切なところに栄養補給を感じるっていうことですよね。そういうことです。すごいすごいです。これはすごいです。皆さんぜひ2022年髪の毛と頭皮のエステを始めてみませんか。ではお聞きいただきありがとうございました。未来でした。ここでした。